こんばんは。テロ。受付始まっています。鼻かゆ。オッケー。そう、あ、そうそう、ありがとうございます。あのモバイルメールで送ったんですけど、ちょっと頭痛くて、さっきまで薬飲んで寝てたけど治らなくてちょっと困ってたらけど治りました。セーフ、よかった、治りました。あの心配ありがとうございますちょっと雨でね、脳みそがやられて。ユーカピとサヤのアバター、すごい、ありがとうございます。アバター嬉しい、ありがとうございますこんばんは、話し会申し込んで、ありがとうございます、嬉しい嬉しい嬉しい。あ、お話し会、話早くしたいなって思います。だからタイムスリープ、タイムリープしたい無理しないで、ね、ありがとうございます。そう、薬飲んでちょっと寝て気圧の影響、そう、気圧の影響で、気圧、偏頭痛持ちで気圧にやられちゃうんです。おい気圧。くるくるはオンラインお話し会どの日がおすすめですか。あ、そうです、オンラインお話し会始まりましたこの、まあ、日程なんですけど、おすすめが6月25日の3時間目。この日はあの私の人生初めてのお話し会ということでおすすめで、9月23日の1時間目は私の誕生日前日だからおすすめですおすすめ、おすすめ、ぜひ皆さん来てくださいそう、放課後ホームルームがの情報が出ました。あの私も正直まだその、私もっていうか私まだ放課後ホームルームのことを詳しく分かってないんです、分かってないんですけど、だからなんかどういうあの説明、あ、なんかリップがどういう説明したらいいか分かんないんですけど、あの中村舞さんとペアです。え、緊張するめっちゃ緊張する、楽しみ。ホームルーム申し込みした、 ありがとうございます。皆さんが当たりますように。え、どん、1分ですよね、1分ぐらい。あれって全員オンラインですか、全員オンラインとはタイムリープ、そう、タイムリープしたい、あのお話し会、リアルお話し会とオンラインのお話し会の日にタイムリープ。お、偏頭痛持ちの仲間がいるカメラもうちょっと、あ、ちょっとポスターが見えちゃうポスター貼ってるのが見えちゃう、ちょっと調整しておきます。中村舞さんには可愛いは禁句、あ、可愛い禁句なんですね。でも言っちゃいそう、可愛いって、えー、言っちゃいそう。ポニテも可愛い、ありがとうございますそ
すごく分かりやすい。え、ありがとうございます。綺麗に書けました綺麗に書けました。あ、でも中村舞さん人見知りってショールーム、あのコメントでよく聞く。私もちょっと人見知りだからどうしよう。でも頑張って話さないと。くるくるの9月23日のオンラインお話し会申し込みました。あ、ありがとうございます。嬉しい嬉しい嬉しい。ペアお話し会みたいな。この私と中村舞さんは同じ空間にいるんですか？中村舞さんもオンラインで、私もオンラインで、ファンの方もオンラインみたいな感じなの待って、本当に全く分かってない。あ、同室かな。なんかさ、なんか話、なんかあんまりまだ研究生だから出しゃばらない方がいいのかなとか考えちゃう。めちゃめちゃ字がありがとうございます。字が綺麗、嬉しい。僕も今日偏頭痛気味です。あ、もうあの頑張りましょう耐えましょう。耐えるしかないよね、これに関しては。もうトールさん可愛い、ありがとうございます。かまちゃんさんハート、ありがとうございます。福ちゃんさんアイス、ありがとうございます。流行語大賞さんバラ、ありがとうございます。平次さんアイスクリーム、ありがとうございます。イドキンさんバラ、ありがとうございます。大森さんレインボースター、ありがとうございます。オルグリーンさんバラ、ありがとうございます。ともちさんハート、ありがとうございます。ダイさん食べて、ありがとうございます。食べて。リンタロウさんだるま、ありがとうございます。トンちゃんさんかわいい、ありがとうございます。ドラガンさんハート、ありがとうございますポポさんハート、ありがとうございます。ちょっと待ってよ。やっぱ同じ空間なんだ。同じ空間でいるとかもやばいんだけど。ここ私ずっとこっち見てるかもしれないやばいよね、それもやばいよな。あ、ダジャレ言えば心開いて、ダジャレ言ったら心開いてくれるかな。ダジャレ言いまくろうかな、気まずくなる人見知りはサイナさんに告白。いやでも告白は、告白はね、もうとっさに出ちゃったって感じかな舞、あ、中村舞さんは犬好きだから犬と、あ、そうなんですか。私も犬好きだから話したい。まあ、ちょっと腰低め、ん？腰低め？頭低め？腰、ん？ちょっと低めで、低めの姿勢で、すいません、よろしくお願いします。って言って、ちょっと話しかけたいな。どちらかといえば先輩がリードしてくれる。あ、そうなんですね。でも私もちゃんと話さなければ話さなければかな。どちらか一方と話すもよし、3人で話すもよしで、それはお客さん次第かなって感じ。あ、お客さんし、あ、確かにそのファンの人のあれもありますよね。だって中村舞さんと話したくて撮ったのに私がハッハッって話しちゃったあれあれってなかといってさ、ずっとやってるだけだったらさ、この子全く話さないなってなっちゃう。変なやつ大丈夫大丈夫、ああの治りました、ありがとうございます15日行くから帰るように頑張る。あ、15日ありがとうございます、楽しみ。もうすぐ、本当にもうすぐ。どんな、なんて話しかけたらいいのかな。先輩はくるくるが選べたの、いや先輩は決まっていました。決まったのが私の手も、私の頭に入ってきました。ガチャガチャ好きです。お、ガチャガチャ言おうかな。私ガチャガチャ好きなんですって急に言ったらちょっと怖い。さっきサイアンさんのところに、そう待って、
そうなんです。私さっき高尾彩花さんの配信で星投げをしました。星を投げたらこのここの何この壇の壇上の下に私のアバターがいて、でなんか皆さんがくる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 がいるみたいな感じで言ってくださったから高尾彩花さんが気づいてくださってちょっと嬉しかった。それで頭痛治ったのかもしれん。あ、クルシマイカくるくるクルシマイカ、お、ありがとうございます。本当だ、すごい。クルシマイカありがとうございます運がいいですね。いいのか、いいですね。中村舞さんって言い方かな、え、あだ名で呼んでもいいんですかね。あんまりなんか言わない方がいいかなって思っちゃって。くるくるとサニー告白は勢いある。やっぱまあ勢いよくね言っちゃいたいな。フォローしました、ありがとうございます。嬉しいです。頭低いと物理的な頭の低さじゃないですよ。そう、低姿勢ってやつ。今日インスタグラムの ST 公式にも新章のくるくるが、あ、そうなんですね。そう、知らなかった。そうなんですね。ゆかちゃんと話したい。ぜひ話しましょう。ぜひ話したい。私も皆さんと一方と話してて一人シーンはある。あ、やっぱあるのか。まあ、せめてニコニコしておこう。で、うなずいとけばいいかな。喋らなくても面白い動きしてる喋ってる時にって一人で大丈夫って言われる。最近どう最近どうって話しかけて最近どうですかって、え、何がって言われたらちょっと。ホームルーム申し込み、え、ぜひホームルーム申し込んでください。ホームルーム、あ、お話ししたいです。あ、そう、高尾彩花さんのところでそうギフト投げてオタクしましたよ。アバターガチャ、え、あれって500ポイントで一つもらえるんでしたっけ。まだその確認してなくて、アバターを星全部星全色星全色投げたら全色投げたら500ポイントになります。誰まだ見れてないですそれよかった。またさやの、え、また行きます。さやさん、高尾さやかさんくるくるは体操着？違います、普通に T シャツ。今日はちょっと普通の T シャツ。中村さんって呼ばれるのは距離を感じて寂しいって昔言ってた。あ、そうなんですね。じゃあ、あの放課後ホームルームの時にニックネームで呼ぶ許可をいただこうかな画面がついた途端にくるくるがマイケルさんのモノマネするとか、いや絶対シーンってなる。あ、すいません、すいませんお話し会買ったよ。真実かどうかは当日、真実かえ、でもありがとうございます、買ってくださったと信じてフォローしてありがとうございます。くるくるはくるくるとゆうかちゃんどっちがいい。どっちも正直めっちゃ嬉しい、どっちで呼ばれても
放課後ホームルーム申し込んだ。あ、ありがとうございます。ホームルーム、あ、倍率高いんですね。やっぱりそうか、倍率高いのか。でも皆さんが当たりますように。チャレンジから500ポイントのボールもらえるよ。あれ、そうなんですか？500ポイントのボールもらえるんですか？七並べはまだわからない、私も。あ、星じゃもらえないのか、やっぱり。じゃあそのボールみたいなのをもらわ、ボールは無料？有料ギフト投げないと。あか、私も有料一定時間見たら1個。あ、そうなんですね、そうなんですね。じゃあその1個カプセルを、あ、なんか最近ここにカプセルあると思った。なんかあれ、カプセル飛んできたと思って、であれギフトかなと思って、これギフト見てもカプセルないから、なんだなんだなんだと思ってたら、そういうことか。ちょっと後でもう一回やろう、もう一回やろう、もう一回やろうとか言って。このコメント読んだらピースして。いっそのことマイキューと叫びながら抱きつくとか。そんなそんな勇気はない、どうしよう。中村舞さん好きですみたいな。でも優しいから怒らないとは思うけど。マイキューさんも大好きなので嬉しい組み合わせ。嬉しい、私も嬉しいです。それをそう言ってくださるのも嬉しいし、私も中村舞さん好きなので嬉しいです。ガチガチのカプセルみたいなボール、そう、ここに、あ、あれ消えてる、ガチャガチャのカプセルボール。あ、1日1個無料なんですね。よしよし、やろうやろう。誰が、自分が出たらどうしよう。お、皆さん投げてますね、投げてますね。あれ、30秒以上見るともらえるのか。じゃあ私、高尾沙耶香さんのところにもらえてるかもしれない。アバター優香違いだった。お、沖優香さんのだ、いいなぁ、いいなぁ。いいなぁって言って、やばい、くしゃみ出そう。毎回出るんだけど、どうして。花粉症じゃないんだけどな。しかもちょっとでかい、でかめだし。小さいのできなくなってる。クシュンってやりたい、本当は。結構でかいからな。自慢の絵で和ませる。絵描いて、マイキューさん描きましたって思って。でも絵下手だから、何この絵って。くるくるは身長に伸びは止まった、止まりました。いや、でもまだ伸びると信じている私は。投げるときは STU メンバーの配信投げてね。お、わかりました、ありがとうございます。私が終わったときに配信していらっしゃるメンバーさん。あ、待って、今日10時まで配信しようと思ってたんですけど、10時まで配信したらモバイルメール送れないじゃんってことに今気づいた。
あ、遅れ、あ、やばい、間違えた。くるくるがマイキューさんに抱きついたら、ほささ体感できるリュウトにも、え、やっち、中村舞さんめっちゃめっちゃ細いですよね。そのこう見た時に細すぎてえってなりました。めっちゃ細い。私もちょっと最近太ってしまったから痩せます。一日一くしゃみそう、最近ちょっとずっと一日一くしゃみやってる。ゆりかちゃんアバターゲットしてるよ。お、すごい、私のおめでとうございます。これは運命ですね。ありがとうございますあ、このアバターも男と女があるんですね。男の子が持ってるアバターと女の子が持ってるアバター。しゃべからのあざといポーズちょっと放課後ホームルーム申し込んでくる。ありがとうございます、ありがとうございます。本当に配信アレルギー配信アレルギーはやばい今日も私遅っ、コメント読むの。パフォーマンス伸び盛り、くるくるパフォーマンス、ありがとうございます。ちょっと頑張らないといけない。私踊りが綺麗すぎるって言われました。あの綺麗すぎてその抑揚がないって言われたから、ちょっと頑張らないといけない待って、中村舞さんをこのゼロ距離で見れるとかも考えただけで皆さん細すぎて心配になっちゃうぐらい細い。私もそれぐらいになる。くるくる9月お話し会話そうね、緊張する。あ、ありがとうございます。お話し会楽しみ楽しみ。緊張はしなくていいですよ。無理なダイエットはしないでね。無理なダイエットはしない。でもあの私あのコロナが流行りだした時のもうなんか学校もなんか全部ではないけどいろんな学校が休校になるみたいな事態あったじゃないですか。3ヶ月ぐらい学校休みの時があって、その春休みとか夏休み抜きで3ヶ月学校が休みの時にダイエットして4キロ痩せました。その時に4キロ痩せたけどもう戻ってきてるかも中2中3ぐらいの時に4キロ結構頑張ったトークは欲揚あるのにね。あ、トーク欲揚ありますか。それ結構嬉しいそう、綺麗す、そう、なんかその綺麗に特化しすぎててこう早なんかトン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 じゃなくてトントンみたいな音を出して踊りをしないといけないけど、そのそれができなくてただ一定で綺麗なだけ。綺麗な踊りに惹かれた人です。ありがとうございます、嬉しい。頑張れるくるくるあまり緊張しないタイプ。私はめちゃくちゃ緊張するタイプです。緊張しいなタイプゼロ距離でチューでもするのかさすがにキスはちょっとできないな中村舞さんとさすがに先輩に急にキスしたらなんだこの子はなんだこの子はというふうに言うふうに。小柄な女の子の4キロはでかいね。
いやいやいや、全然私デブなんですよ。その自粛期間中で5月6月7月ぐらいだったんですよ。ちょうどコロナが流行ってそろそろやばいから休校にしちゃうみたいなんで、いろんな学校の休校が始まったのが5月ぐらいからで、その4月に学校でその体重を測るのがあるんですけど、そこでその時41キロで、はってなって41ってなってショックを受けてダイエットしましたショックすぎた、さすがに自粛期間中だからめっちゃ頑張った。同じ時期に減量してて、お、同じ時期に頑張っていたんですねとめはね大事よな、これは習字かそう、とめはね払い、これは習字習字みたいな。清水沙羅さんのアバター、清水沙羅さんもくるくると中村麻衣さん一緒なの知ってる？結構私嫉妬されている嫉妬されている言っちゃった体重は大丈夫です、その言っても恥ずかしくない体重というか、言っても恥ずかしくない体重になりたいから言っちゃうみたいな9月24日はそう、竹野由美子さんと同じなんです、誕生日。今戻ったってさっき言ってたあ、いやでもそこから1年と1年2年はちゃんとキープしてたんですよ。で40、41.5で40、39、38、30、違うよ、でも4キロ痩せたの覚えてる。42だったんだ、私42キロだったんじゃん。42で38キロにしたんよ。で2、3年、うん、2年くらいはそれ保ってて、最近ちょっと食べちゃってでも39かな今。その体重だけ見たらなんか少なそうに見えるかもしれないけど、私身長が低いから150センチだから、150センチにして40何歩はねちょっと重いかなと思っちゃった。私お腹とかに肉がつかないんですよ、足に全部いくから、それやめてほしい。逆に自粛期間に体重のリンクそう、体重ちょっと公開していこうかなと。私はなんかそのなんなんですかね、自分もその39はまあいいんじゃね数字だけ聞いたらいいんじゃねなんですけど、足を見たらあ太っってなるんです、太っってなる、太もも太っってそうなんよ、数字より2倍なんよ。昔はリンゴ10個って言ってその時代も、本当は私の体重はリンゴ3個分です。身長は150です、身長150。確かに今から夏、あと5月病みたいなのもあるし、夏が始まるから食欲もなくなるだろうと見ている帰ってきた、ありがとうございます、嬉しい。いや足が太いんですよ、そう、肉がつく、どこになんかつきやすいとかもあるんです、人によって。だからウエストは結構自信ある言っちゃった。おい大阪の話さんね、おー大阪、あもうすぐですよね
あと3日だ。楽しみ、めっちゃ楽しみ。3日後、ありがとうございます。足につかなくてどこならいいの。ちょっと足と顔は見えるから、あんま肉ついてほしくないから、足の指とかに肉つけたい。足の指に肉つけて、だって見えないから。そう、オカリオもノアピもアズミも細いから、細細細。あ、泣いてる、コロが。ダンスしてたら引きこ、締まりそうよね。そう、ダンスしてたら足引き締まるかなって思うんですけど、なんかあんまりダンス聞かないんですよね、ダイエットに。なんでだろう、なんでだろう。あ、ゆうかちゃん、あ、来てくれてありがとうございます、ありがとう。そう、結構足大事だよね。足大事、足大事とか言って。そう、発表会の時に、発表会、アクターズスクールのこの前の4月29日にあった発表会の時、衣装がお腹が出るやつで、ちょっと自信あった。ちょっと自信あった、正直。あれ、ちょっと細くない、でも足が太いからダメなんだ。そう、足の指に肉全部持っていきたい。二の腕はダメ。肉つけちゃダメ。見えるからね、衣装で。顔もね、あんまりね、ちょっと ついたら、こう配信とか顔ほぼ顔なのに。だからに、なんか顔を痩せもうちょっとやってるんだけど、全然落ちない、筋肉ならない。そう、なんかそのに筋トレもちょっと間違えたら筋肉になるから、おい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 。ちょっと言い過ぎた、お腹自信あるって。カッチング、そう、カッチングの衣装ですよ。オカリオちゃんとあやがさ、あ、そうよ、そうそう、今日ね、今日リオちゃんとあやがさしてよ。雨が降ってたから、でリオちゃんが傘を持ってなくて、こう私がイケメン風にこう何も言わずにスッて入れたら、リオちゃんがいいよいいよいいよって言ってくれたから、いいよ。いいよって言って一緒に。意識高いのに、ありがとうございます。ちょっとこれ、ちょっともうちょっと痩せたいから、足は意識高く頑張ります。くるくるの中におじさんいそう。ちょっといるかもしれない、私の心の中におじさんが。かっけえ。りょうちゃんがめっちゃ自慢してた。嬉しい、自慢してくれてるの嬉しい。お、めっちゃイケメンって言ってくれてる。傘入るって言いましたね。シックスパックのくるくるもなかなか。アイドルが腹筋バキバキってのは超かっこいい。確かにバキバキにしようかな。でもなんかバキバキにしすぎたらボディービルダーになっちゃう。マイキューさんとどっちが、いや、それはダメです。私マイキューさんとはさすがに比べられない、太すぎて。それはダメ、それはダメ。だって細いですもん、佐久間麻衣さん。リオちゃんに場所を変わってもらいたい。リオちゃん場所変わってってなった時、あやがさの場所変わって、こう。でも今日傘が大きかったからよく入れた。よく入れた。
リオツン、リオツン。フォローしました。あ、待って、ちょっと初本も多いから自己紹介しーよ。STU48 研究生の高校2年生16歳。高校2年生16歳の来島優香です。くるくるとか、ゆうかっぴーって呼んでください。よろしくお願いします。ペンライトカラーは、希望サイリウムカラーは緑と紫です。じゃあ誰ならいいんだろう。いや多分 STU のメンバーさんは私誰とも比べられない、比べちゃいけないちょっと細すぎる皆さん、公開処刑になっちゃうから、ちょっとダメだダメだ。逆にされたらキュンとする。リオちゃんに傘こうやってやられたら、リオキュン、リオキュンってなるリオキュン、リオキュン。マイケルさんと仲良くなるためにマイクル消ししてみては。消せ、消せとかしちゃったらもうキュン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 ちょっと妄想が膨らみますね。危ない危ない。何度目の人生ですか？一度目です。くるくるすぐに覚えられる。お、よかった。くる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 って。くるくるも遅いよ。ありがとうございます。嬉しい。リオくん、リオ、リオキュン。そう。リオキュン。リオキュン。リオツン。本当はリオツンね。ニックネームはリオツ。でもこうリオちゃんにキュンとしたらリオキュン。新しいニックネーム誕生させてしまった。ニックネームじゃないんですよ。日曜日伝説の集合写真つけてきて、あ、ありがとうございます。15日ありがとうございます。あのリアルお話会楽しみにしています。ちょっと変な変なポーズしてしまった。安定に可愛い、ありがとうございますもう緊張してきた。お月、お近づきにガチャガチャのプレゼントでも、え、なんかプレゼント しちゃおうかな。いいかな、いいのかな。くるくる10枚でありがとうございます。嬉しい。のは君、あずきの可能性もあるのか。そう、こうなんかキュンとしたら、え、のは君ってなるし、え、あずきってなる。放課後ホームルーム申し込みました。当たりたい。あ、申し込みありがとうございます。ぜひぜひ当たるように祈っておきます。お話し会よろしくね。お話し会リアルかな、オンラインかな、わかんないけど、ありがとうございます。よし、こちらこそよろしくお願いします前の公演見送りの時、ゆうかっぴ小さくて緊急。嬉しいですね。ちょっと小さめなんですよね、私。いろいろと、みんないろいろと、とか言ったらなんかちょっと怪しい感じになる身長が小さめなのでかわいさとあざとさが日々増している。ありがとうございます。嬉しい。ちょっとモバイルメールを送る時間を入れたら15分前には終わりたいから、40分くらいに終わろうかな。リアルお話会行く予定です。私に来てくださりますか。来てほしいな。よろしくお願いします。クロリン、クルリンもいいかもね。クルリン、クルリン、なんか魔法みたい。クルリンってお話し会何話せばいいの。え、何でもいいよ。あの質問とかでもいいし、釣ってくださいって言われたらちょっと頑張って釣ってみます
お話会行きたいけど緊張しちゃう。いやもう全然全然緊張せずに来ていただきたい。もう来ていただいたら本当にもう緊張しないように私が、あ、いらっしゃいって迎えるから、ぜひ来てください。どうも来てください。くるくる日本史選択、そう、私日本史選、いや違うわ違うわって言っちゃった。私は世界史でも日本史も世界史もやってる今は。うん、でも日本史の方がちょっと正直楽しい。小さいけどインパクト強かったよインパクト強かった、いい意味でですよね。いい意味でインパクト強かった、よかった。記憶に残ってたらよ、残るように、残るようにノアキュンはさっきの配信にヘッドホンしてて、きな見た、ノアキュンのヘッドホン、花は誰のものやってたの見た。あのなんかノアキュン急に切れてた、そういえばあれノアキュンってなって髪をまとめてるのも可愛い、ありがとうございます。小柄なのも個性だから自分に自信持って、ありがとうございます、自信持って頑張りますよ。あ、愛子ちゃん、愛子ちゃん、アクターズの時のなんかめっちゃ来てくれる今日、嬉しい。大量に釣り上げられたファンが続出するだろう。大量に釣りたいですね。釣られなかったとか言ったらちょっと悲しい。日本史楽しい、日本史楽しい、面白い。リアル話会行くよ。星してもらえる。あ、待って、星が分かんない。今回は想像できないな。お話し会ありがとうございます、嬉しい。でもな、何してもらえる、なんだろう、この星は何でもしますよ。チャートリー公演前、あ、ちょっと見ちゃった、チャートリー公演前座、そう、オーディションの時にチャートリーさんの公演の前座に出させていただいて、懐かしい、懐かしい。ちょっと挨拶もしたんですよね、その時が初 STU さん生で見たのでした。 STU で釣り師ってあんまりいないかも。あ、そうなんですね。じゃあ私がその、じゃあ釣り師キャラやろうかな。あ、注射ですね、注射が欲しいになったのか。注射しますよ、愛の注射。もう逃げられないよ、の注射。頑張れ、ありがとうございます。ファンが打ち上げられるんだ、ひょっひょっひょ、私の後ろにもう物理的に釣ってるね、これは。日本史の好きな時代、好きな時代わかんないけど、アスカ桃山時代みたいな、可愛いアスカ、完全に斉藤アスカさんに引っ張られてるけど、アスカ時代、可愛い名前がそういう好きみたいな。オンラインお話会つらりに行く、ありがとうございます。もう全力で、全力つりつり。話から釣ってのリクエスト、そうもう、でもその毎回ちょっと違うような釣りをしたいな、全部同じ釣りだったね。ちょっと変えていきたい釣る方法。後ろで見て、最近楽しかったことは何？もうめっちゃ最近で言うと、昨日友達とそのエシリトリ
携帯のアプリを使ってしりとりができるんですけど、それが楽しかった、面白かった。私の絵が下手すぎて私の絵が下手すぎて、あと友達の絵が私分かんなくて、友達が描いた絵しりとりの絵が分かんなくて、友達ライオン描いてたのに私クジャクだと思って、クジャク、これクジャクとか言って斉藤飛鳥時代は確かに斉藤飛鳥さんも可愛すぎる。飛鳥時代、安土桃山もなんか可愛いな。安土桃山時代時代を可愛さで選んでるの、ちょっと、あ、さっき飛鳥桃山時代とか言ってたわ。安土桃山そういえば週末は乃木坂さんは日産スタジアムでコンサート、そう私行ってみたいな。まだライブとか行ったことないから行ってみたいな。どのいろんなグループさんの行きたいライブ。STU は公演この前見学に行かせてもらってめっちゃ楽しかった。くるくるとアイドルトークしてみたい。アイドルトークしましょう。私結構オタクなのでお話釣られて干物にされるのが人生だ。干物に釣られて干物に。ライオン独食なんかそのしりとりのしりとりも全部さ、だから一回狂うと全部狂うの、その後も。だから苦で終わったと思っ、苦弱の前が苦で終わったと思ってたから苦弱って思ったけど、本当はラで終わったやつのあれだった伝わったかな今の説明。放課後ホームルーム申し込みました。あ、ありがとうございます。嬉しい。ホームルーム、安土桃山時代ならぬ葉月桃子時代、いいですね。いいそのうち対バンとかあるから他のアイドルに会えると思う。ちょっといろんなアイドルさん拝まないといけない。拝んでちゃんと吸収してあの何パフォーマンスも吸収して、でもちゃんと拝んで。あ、初訪問たくさんありがとうございます。星投げに来た、星集めに来た、そこのあなた、ぜひ見てぜひ見て拝むところ、そう、一旦あ、可愛い拝んで吸収、パフォーマンス吸収。今度配信でもしりとりお願いします。あ、そうそう、あのさ、あの研究生同士でならコラボ配信 OK だから、それでリオちゃんとやりたい、やりたい、しりとりやろう声かけに行けそう。いや、ちょっと他のアイドルさんにはさすがに声かけられないかもしれない。遠くから拝むことしかできない。ぜひ見てかわいい。そう、そこの星集めに来たあなた、私目当てじゃないあなたぜひこの配信全部見てって、あとハートをピンクにしてねって。放課後ホームルーム申し込んでありがとうございます。嬉しい。そう、コラボね、面白そう。コラボ配信とかしたことないから、なんかどんな感じなんだろうって感じ。ちょっとやりますね今度。あのダジャレ77個言えるまで割れない配信もあるからちょっといろんな企画が溜まっているな
いつやるかは決まってないんですけどね、本当にやるかも分かんないけど、もしかしたら将来大空桃子ちゃんと共演とかもありえるから、ね、そんなことあっていいんですか。そんなことあったらもう私やばいやばい、嬉しい嬉しい。それは楽しみ、ぜひやってほしいな。ねえ、めっちゃはコラボ配信、オーディション期間中はできなかったから高尾紗友香さんとの通称で待ってるよ。撮りたい撮りたい。15日とか話せるタイミングあるかな。でも自分から話したら、自分から話しかけるとかそんなこと。今一人でそんなこと話したい。老若男女、老若男女問わずみんなに愛されるアイドルになることを応援させていただきます。老若男女問わず皆さんに愛されるアイドルになれるように頑張ります。ありがとうございます。そう、コラボ配信はまだね、研究生でしかできないので、研究生みんなとやりたいな。みんなとリオちゃんとダジャレ対決してリオちゃんとダジャレ対決しようかな。挙動不審になってる。さっき挙動不審になっちゃった。高尾紗友香さん、ちょっと怖い、目ん玉動きすぎて。人見知りしないのがくるくるの強み。頑張って話しかけ頑張って話しかけようかな。いや、私でも人見知りなんですよ、こう見えて。強みか、確かに確かに、とか言って。7月24日夜勤明けでお話し会申し込んでも嬉しいでしょうか。ぜひぜひ、あの夜勤明けっていうのはちょっと疲れてたらあれなんですけど、ぜひお話しましょう。老男ですがよろしくお願いします。これなんて読むのか分かんないけど、老男、こちらこそよろしくお願いします。ちょっと首がなんかボキボキ言いそうだな。あ、いった。将来先輩とのコラボ解禁したら誰とコラボしたいですか。そこはやっぱりちょっと高尾紗友香さん、ちょっとそうですね。話しかけた方が頑張ってる感ある。じゃあちょっと控えめに低姿勢で話しかけます、頑張って。だから写真もちょっと撮ってもらいたいな。お、いい音聞こえた、骨の音聞こえた聞こえたっぽい。千穂ちゃん、いや、石田千穂さんも、石田千穂さんめっちゃあのまだ少ししか会ったことはないけど優しいし、めっちゃ可愛かった。めっちゃ可愛い。なんかその先輩が踊ってるのを研究生で、研究生が立って見てたんですよ、こうやってちょっと立ってはーって見てたら、石田千穂さんが座っていいよって言ってくださって、優しい優しいプラス可愛いってなって、もうやばかったやばかったとか言って。でまだその長く話せる、ね、機会とかもあんまりないからお忙しいし、低姿勢作戦。そう、まずはちょっと低姿勢、全てにおいて一応低姿勢でいく、こうやって低姿勢でいって
でもちゃんとその自分がアピールするところをアピールしてちょっと話しかけて、でも低姿勢でっていうスタンスでいけます。指ポキは怖いからやめてんです。私指ポキはできないんですよ。できない。なんか鳴らし方が分かんないんですよ。だから大丈夫。その流れだと告白しちゃいそう。そう、でもその場にも結構人がいたのでさすがに告白はできなかったですね。石田千穂さん、福田あかりさんと休暇さんならジュースぐらいボタン。ジュースたかったら、ジュースたかるのやばい。千穂さんとマイケルさんは仲いいよ。あの中村舞さんの生誕祭の公演を見に行かせてもらったんですけど、その時に石田千穂さんが手紙書いてて、それを読んでたのこうやって見てました。往復前進してくださいね。往復前進して低姿勢って物理的な低姿勢になってる。やっぱり何気に今日の髪型可愛い。ありがとうございます。あんま見えないけどこの髪型結構珍しいよね。確かに告白、確かに告白キャラになったらなんかまた DD とか言われちゃう。また DD とか言われちゃうよ。その時会場いたよ。お、そうなんですね。そう、中村舞さんの生誕祭、あと工藤理子さんの生誕祭の時も公演を見に行かせてもらってました。今んとこその 2回あの見学させてもらいました。でもどっちもめっちゃ吸収しました。吸収キュキュキュ、本当にすごかった。しかも公演見た次の日が普通に学校で、余韻すごい、余韻、授業中も思い出してた。あとあの僕その瀬取りをその某サブスクであの自分でこう瀬取りを作ってそれを聞くのがめっちゃ趣味今の。変かな、変ですか。低姿勢が匍匐前進、また私この匍匐前進読めたのすごい、すごくないですか。漢字匍匐前進、今話がもう バンバン変わっちゃう。そういえばアイドルグッズ持ってますか。私なんかいろんなアイドルさんの CD あそこにある、多分ね全部で50枚くらいはある気がするな。いろんなグループ DD じゃないんですけど、いろんなグループの CD があって、 AKB さんもあるし、全部多分50枚、いや50枚ないかくらいありますよ。あと生写真とかたまに買っちゃう。あと小島春菜さんのセンスがある。あと王女の桃子さんのグッズとかもある。10人までは楽しい。そう、10人までは楽しい。研究生4人は仲良しですか。仲良しですよ。もう最近一緒にいる時間も多くていろんな話してます。そう、先輩のライブ見学行った後めっちゃもう思い出して、授業中とかもそのままの見たものそのままが頭の中で
で再生されてた。いい趣味、いいと思うよ。お、そう、あのストリで聞いちゃう。よくて、しかもそれが、しかも思い出せる。そのセトリで聞いたら、くるくるの声で寝落ちしてた。え、嬉しい。私の声で、私の声なんかで。たまに変な笑い方とか出ちゃうのに。そう、 CD 結構買っちゃう。 DD 否定。やっぱ DD は否定、一応否定しておきたいな。なぜ小島春、小島春菜さんは小学生の時にめっちゃハマってました。あのシュートサイン、シュートサインで、シュートサインでしたよね。シュートサインでハマったので、あと AKB カフェに行ったことがあります。その時に、行った時に買った気がする。そう、あと横浜由依さんの物差し持ってる。DD じゃないって。だったらなんでそんなに CD ある。CD は、ま、売り上げ貢献とか言うね。おこがましい、おこがましい。お金がないなりに積んでる、推しに。お話し会申し込みました。完了メール来ました。当選松並、当選しますように。ありがとうございます。そのお申し込みをしてくださるだけで嬉しい。ちなみに乃木坂46のゆみきちゃん、家って近所、え、近所なんですか。ゆみきなおさん本当に可愛い。21時半、待って、早っ。そう、私端末がこれしかないからどうしよう。45分に終わるためには35分ぐらいからそのスクショタイムとか始めないといけない。教えてくださってありがとうございます。そう、秋葉原、いや秋葉原じゃないか、あ違うわ、え秋葉原だっけ、秋葉原だった気がする。AKB カフェ。でもめっちゃ前だから記憶がどうだっけな。そう、センター曲で。テンテンテレ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 テンテレテンテンテンテレ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 テンテレテンテンテン。テレ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 テンテレテンテンテン。お、リオちゃん、リオツン、今日あいあい傘したね。めっちゃ意識高い歌ですよ。そう、暇さえあればオタクみたいな。あの川俣アンナさんが期間限定でメニュー、あの作ってた期間限定のメニューのやつ、香川県行きたいと思った。ちょっと時間あったら行こうかなってお母さんに行こうって言ったんですけど、時間があったら。宿所大変感じが。くるくる結構遠征するよね。去年もお台場行ってなかった。そう、うちの家族は旅行大好き家族なので、毎年、コロナで最近全然行けてないんですけど、コロナ前はいろんなところ行ってた。1年に3回は絶対どっか県外に行ってた気がする。3回だっけ。でも 1年に1回は絶対海外に行こうみたいな感じでやってたらコロナになりました。でも香港と台湾は行ったことある。あとオーストラリアは友達とホームステイで行ったことがあります。お台場も行きました。
よし、ちょっとスクショタイム行こうかな。スクショタイム。OK ですか？リオキュン。そう、アクティブな家族です。ウインク、ま、ウインクって疑問形だった。疑問系だった。キューポーズを、え、キューポーズってどうだっけ、なんか一滴をしか思い出せない。これ待って、キューポーズちょっと言葉で教えてください。これこれ前髪不思議な感じね。そう、ちょっと薄くするためにこれを伸ばしてて、これね、こうやってやったらもっと長いの。ほら、ほんとこっちにやったらこんな長いのに、こっちにやってるから薄く見えてる。あ、合ってる。これ、これ。こっち。オッケー、スクショクソタイム。旅行、旅先のテレ、セレブな感じ、セレブな感じ。ティータイム。反対か。さっきこっち、こうか。キュー、途中でポーズ変えたから盆踊り。面白い、めっちゃ面白いんだけど。セレブ感ある？よかった。おー、キューキューキュー、めっちゃキュー出てる。 T シャツなんで書いてあるの？Don't let it get to you。 わかんない、あなたできないする。 Let's get、 あなたを、あなたが、あなたをゲットすることができないってこと？どういうこと？あなたがゲットすること、あなたがゲットするからできない、どういうことだよ。あっかんべ、あっかんべしたら私変な顔になっちゃうんだよね。あと 2,3 個ポーズしよう。黒口はすごく明るくて面白い。ありがとうございます、めっちゃ嬉しい。それどうしよう、ポーズ黒島の K、反対か。威嚇ポーズ。威嚇。最後ポニーテール触る。短くて。あなたにそれをゲットさせる
た。あ、確かに。ゲットさせるな。確かに確かにぽい。くるくるかっこいい。ありがとうございます。あや最後あやい傘ポーズ。オッケー。オッケーオッケー。それでは壇上読みます。13位、MJ さん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位、カレパンさん、ありがとうございます。11位、おへそさん、ありがとうございます。10位、うすちゃんさん、うずちゃんさん、ありがとうございます。9位、オールグリーンさん、ありがとうございます。8位、成田さん、ありがとうございます。7位、ワンタンメンさん、ありがとうございます。6位、これはりょうかな、よいかな、りょうさん、よいさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位、大森さん、ありがとうございます。4位、ムニエルさん、ありがとうございます。3位、ヤスちゃんさん、ありがとうございます。2位、かまちゃんさん、ありがとうございます。1位、りんごさん、ありがとうございます。りんご、皆さん今日も見てくださってありがとうございます。ハートが白のままの方は、白のままの方はぜひピンクにしてください。そしてオンライン個別お話し会始まっているので、ぜひ撮ってください。撮ってぜひ皆さんとお話ししたい。6月25日と9月23日がおすすめ日です。モバイルメールも始まっているので、私のメール取ってね。はいはい。それでは見てくださってありがとうございます。ギフトとか星投げとかカウントとかコメントもありがとうございます。なんだっけ、ギフト読めてなくてすいません。それではありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございます。